何よ悪い。大見連合の渡瀬という男に話があってきた。何やと？悪い、どこの組のもんや。どこの人間でもない。ただのタクシー運転手だ。タクシーのうんちゃんやて？何やこいつ、ごっつおもろいわ。おう、親父なら今戻ってきたとこや。くー、酒チーと飲んだだけで腹壊すさ。人間終わりやな。ほな、飲み直そうか。親父、なんや、タクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ？まだ向かいのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、ほう、これは決体な運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んとき。これがあの伝説の男、元東城会四代目会長、桐生一馬はんや。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし、七代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。お前が渡瀬。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってまへんでした。どういう意味だ？どうて、そないなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは桐生藩あんたに会うためです。何バカなこと言ってんだ。早いとこ大吾の居場所を教えろ。はあ、居場所って？そないなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。登場会と山笠組の杯を壊すために。登場会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか？ちっ、とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びできたんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますぜ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいますぜ。よっしゃ、踊れら遠慮いらん。殺す気で言ったらね。